トレンド福岡。今週は寒くなる季節に食べたいこだわり鍋の素をご紹介します。あ、ここですね。ありました、ありました、鍋の素。わあ、いろいろ。無印良品が毎年季節限定で販売している手作り鍋の素。中でも今年一押しの商品が養生鍋です。養生鍋、うん、夏目やクコの実、高麗人参エキスと12種類の香辛料を組み合わせて作ってあるスパイシーなお味のお鍋です。食べたらすごく元気になれそうですね。そうですね。うんうん、うん、スパイスの香りが食欲をそそってくれるんですけど、野菜スープとかオニオンスープみたいなまろやかさと柔らかさがあります。食材の美味しさがダイレクトに感じられます。何もつけなくてももうこのままで美味しい。ふわっとスパイスの香りが香るのがちょっと癖になりそう。締めはこちらの鍋のお供、中華麺でいただきます。あ、合う。スープがよく絡んでます。体にいいもの、野菜とかしっかり摂りたいなっていう時にぴったりだと思います。続いての一押し鍋は無印良品の人気商品のバターチキンが鍋で味わえるバターチキンカレー鍋です。人気のバターチキンカレーが鍋に。スープカレーのような感覚で野菜もたっぷり食べられますよ。うん、コクがしっかりありつつ、だしというかスープ感が鍋ですね。思った以上にマイルドになってます。こちらは締めにご飯とチーズを加えてとろーりリゾット風にしていただきます。トマトとか野菜の酸味も加わって、それにチーズのとろみが加わっておいしい。今年は増量して新発売しているので、家族や友人と一緒にちょっと鍋を囲んで食べていただきたいなって思ってます。